今、リアリとしてもって、マジック、毎日考えておりますけど、こういう時にいろいろ新しいマジックが生まれるもんでございます。ぜひポジティブにね、マジックを通して見せ合って笑ってね、驚く、そんな日が来ると思いますので、それまで頑張りましょう。なるべくマジックの裾野を広げる、もっと裾野を広げて、こういうね、おうちマジックってタイトルで、で、コロナが消えた頃、みんなを楽しませるっていう、そんな人になっていただければと思っています。